リヴァイアさんだと。伝説とされている召喚獣のはずだが、存在しているというのか。クライブ、どうかした？ああ、信じがたい内容の手紙が届いたんだが、どうしたものかとな。あなたが思うなら、よほどのことね。こういう時こそ、みんなに相談してみましょう。そうだな。ジョシアにも声をかけて、オットーのところに集まろう。急に呼び立ててすまない。カマンが、一体何の話だ？気になる手紙が届いてな。みんなの意見を聞かせてほしい。気になる手紙？ああ、差出人はわからないが、夜の帳のイサベルを介して俺によこしたようだ。ほう、あのイサベルがそんな手紙をね。よほどの事情があるってことか。問題はその内容だ。リヴァイアさんのドミナント、そいつを救うために俺の力を借りたいと。なんだって？水の召喚獣リヴァイアさん、その姿を見た者はいないと聞くけれど。ああ、だからこそ伝説とされているんだ。文献によれば、巨大な竜のような姿で国一つを飲み込むほどの大波を起こしたとも言われている。しかし、ドミナントほどの力を持った奴が誰にも知られずにいたなんて、あり得るのか？僕が各地を旅した中でも、そんな話は聞いたことがない。それに、ドミナントを救うとは、どういうことだろう？わからないが、本当にドミナントがいるなら、見過ごすことはできない。すべての国が召喚獣を失った今、その力を手に入れようとする奴がいても、不思議じゃないからな。そうだね。奪い合いにでもなれば、それこそことだ。手紙には他になんて？これ以上は直接会って話したいと。夜の帳のレイラという娼婦が繋いでくれる手はずらしい。イサベルが噛んでいるなら罠ってことはないだろうが。警戒した方がいいのは確かね。私も同行するわ。僕も行こう。二人とも助かるよ。おっと。大丈夫。わかってるさ。留守中のことは任せておけ。ああ、頼む。支度ができ次第ノースリーチに向かうとしよう。楽しんでいかない？娼婦のレイラを探しているんだが、知らないか？私をご指名かしら？あら、お友達もご一緒する？私はそれでも構わないわよ。俺たちは客じゃない。少し話を聞きたくてな。お話だけで満足できるのかしら？それで何を聞きたいの？例の手紙の差出人についてだ。ここにはいないわ。あの人、訳あって町には近づけないのよ。何者なんだ？ごめんなさい。私も詳しいことは知らないの。教えられるのはあの人の居場所だけ。構わない。それなら町を出て海へ向かってちょうだい。海岸近くにテントが張ってあるはずよ。そこで会えるわ。テントか。わかった。ありがとう。誰も近寄らない場所だとは思うけど、なるべく人に見られないようにね。テントだ。見つけたぞ。でも人の気配はないみたい。
このテントで間違いなさそうだが、どこへ行った？差出人が乗ってきたものか。まだ新しいな。あんたがシドか？お前が手紙の。随分と慎重だな。すまなかった。私の名はシュラ。水の民の流れに連なり東大の族長を務めているものだ。水の民。リヴァイアさんのドミナントを輩出してきた民族さ。銀の髪に青い瞳。確かにスタイキク特徴と一致している。でも水の民はすでに滅びているはずだ。そう言われるのも無理はないさ。私たちは100年以上もの間身を潜めて生きてきた。そうせざるを得なかったんだ。とはいえ聞きたいのはそんな話じゃないだろう。ああ、リヴァイアさんのドミナントについて教えてくれ。あんたたちはあれが何か知ってるか？固まった大波。確かネプトの波浪壁と言ったか。80年ほど前一夜にしてできたとか。同じ頃に起きた北部のマザークリスタル、ドレイクアイの消滅と関係しているとも聞くけれど。真相を知る者はいない。私たち水の民を除いてね。あの大波を起こしたのはリヴァイアさんだ。そしてそのドミナントは今もあの中で眠り続けている。何だと？全ては水の民の過ちによるものだ。私は長として一族の罪を償いたい。あの封印から彼を解放してやりたいんだ。そのための手段を探すうちにマダムと出会ってね。そこでシド、あんたの話を聞いたのさ。ドミナントやベアラーを救いながら誰もが等しく生きられる世界を目指す奴がいると。それで俺に手紙をよこしたのか。ああ、滞在人の正体に驚きはしたが、あんたを信じることにしたんだ。シド、力を貸してくれ。彼が人として生きられるように。人として生きるか。正直まだ事情の全てを理解できたわけじゃない。だがお前の言葉が嘘とも思えない。俺たちにできることがあれば手を貸そう。だからシュラ、もっと詳しい話を聞かせてくれないか。もちろんだ、ありがとう。ただこの話は他の誰にも聞かれたくはない。しばらく船に乗ることになるが、私たちの里に来てくれないか。
ああ、案内してくれ。さあ、船にしっかり捕まってくれ。ミラージュに入るよ。少し酔うから覚悟してくれ。ミラージュだと？先祖伝来の幻影魔法さ。エーテルを紡いでこの辺りが黒の一帯に見えるよう細工しているんだ。ま、見ればわかるさ。行くよ。確かに酔うな。初めてバッカスの酒を飲んだ時みたいだ。クライブ、見て。空が青い。一体どうなってる？魔法によるものとはいえ、綺麗だろう。ミラージュは内からの景色も変えることができる。おかげで妙な空模様に気がめいることもない。さあ、そろそろ降りる支度をしてくれ。到着だ。ここからしばらくは参道だ。先は長い。まずは崖上まで登ろう。随分と登ってきたな。私たちの里はこの山を越えた先にある。疲れた時は遠慮せずに行ってくれ。大丈夫だ、行こう。この光景を見せるのはあんたたちが初めてだ。どうだい？こいつは驚いたな。ようこそミシディアへ。歓迎するよ。北部にもまだこんなに緑豊かな場所が。すごい。何よりあの光の気になることは山ほどあるだろう。だがここで話してちゃ本題に入る前に日が暮れちまう。あれが私たち水の民が暮らす里だ。まずはあそこまで行こう。何、そう時間はかからないさ。着いたらちゃんと説明させてくれ。それにしても本当に美しいところね。自然の恵みがあってこそだ。シュラ様、よくぞご無事で。客人たちも来てくれた。
開けてくれ。開門、開門、シュラ様のお帰りだ。ねえ、あの方たちが外界の？あんな大きな犬、見たことないわ。見せ物じゃないんだ。ほら、散った散った。気を悪くしたならすまない。みんな来客に慣れてないから、あんたたちが珍しいんだ。構わないさ。本当に水の民が暮らす里があるとはね。北部を旅した時は黒の一帯だとばかり。少しは私を信じてくれたか。ああ、だが君たちに何があったんだ。伝承によれば水の民はかつて灰の大陸南部で暮らしていたという。しかしマザークリスタルドレイクホーンの消滅によって故郷を失い、やがて滅びた。そう言われてるんだろう。あんたが疑問に思うのも当然だ。だがまずはドミナントのことを説明させてくれ。奥の大きな建物が集会所になっている。そこまで来てくれるかい。私は先に行って人払いをしておく。そうでないとまた囲まれちまうからね。里のことが気になるなら一通り見て回ってからでも構わないよ。わかった、また後でな。さてお客人、この里はどうだい。外の町に比べたら質素かもしれないが、気に入ってくれると嬉しいよ。いいところだな。しかしこれだけの里を隠し続けてきたとは。簡単なことじゃなかったさ。それでもこの地には誰も近づけたくなかったんだ。私たち水の民とワレアスを隠すために。ワレアス、リヴァイアさんのドミナントのことか。ああ、そうだ。まだ何もわからない赤ん坊だけどね。赤ん坊だと。でも待って、ネプトの波浪壁が生じたのは80年も前のことでしょ。それからずっと年を取っていないというの？そう、ワレアスは生まれて間もないうちにあの子に流れる時間ごと封じられてしまったんだ。なんですって。ワレアスは当時族長だった私の曽祖父のもとに生まれた子でね。リヴァイアさんの力はすぐに現れ、久方ぶりのドミナントの誕生に一族は大いに沸いたそうだ。しかしその後、あろうことか先祖たちはワレアスの力を利用するおさましい儀式を執り行った。その最中、ワレアスはリヴァイアさんとなって暴走、自らが起こした大波とともに封じられたんだ。儀式だって。じゃあネプトの波浪壁はその時の。その通りだ。だがどれも想像しがたい話だな。無理もないさ。私だって
初めは信じられなかった。だからまずはその目でワレアスを見てもらいたい。その上でどうすべきかを相談させてくれないか。ああ、いいだろう。では、早速立とう。ネプトの波浪壁は里の北門を出た先にある。シュラ様、これから波浪壁の方に。ああ。ところでダリナ、頼んでいた件は。つつがなくクライブ様に協力するよう皆に伝えておきました。こいつを受け取ってくれ。外界では信頼をこういう形で示すんだろう。ありがとう。そっちも困りごとがあれば何でも言ってくれ。それは助かるよ。クライブ様、里についてご不明な点があれば私にお尋ねください。できる限りお答えいたします。ああ、そうさせてもらおう。では失礼いたします。里には薬などの蓄えや火事場もある。入り用なら里の者に声をかけてくれ。支度ができたら北門から海へ向かおう。潮の香り、そろそろ海かしら。ご明察。この先はどうすれば。海沿いを進んでくれ。岬へと渡れる橋があるんだ。あの空に見える光の筋を。あれがワレアスを封じている魔法さ。ネプトの波浪壁ごとあの子の時を止めている。近づくとその大きさがよくわかるな。波浪壁とはよく言ったものだ。ワレアスがいる場所にはどうやって。この先に続くネプト岬、その先端を囲うように波浪壁はできているんだ。ワレアスはその中心にいる。岬の先端から近づこう。わかった。いよいよワレアスとの対面だな。この先が岬の先端だ。さっきの橋といい、手入れがされているようだが、よく来るのか。ああ、月が巡るたびに様子を見に来ている。ワレアスを見守ることが私にとってのせめてもの償いなんだ。シュラ、あまり思い詰めないで。あなた自身に火があるわけではないでしょ。大丈夫。私がやりたくてやってるんだ。皆が近くにいるってあの子にちゃんと伝えたいからな。
そろそろ行こう。ワレアスが待ってる。ここも緑が濃くてね、ほっとくとすぐに草木で覆われてしまうんだ。波のしぶきまでもが空中で止まっているのか。80年ほど前に生じてからずっとこのままらしい。この目で見ても信じられない。ああ、まったくだ。そろそろ見えてくるぞ。この下にいる。降りるぞ。こいつは嫌でも思い出してしまうよ、あの日を。僕は恐怖に飲まれ自分を失った。ワレアスもきっと同じような思いをしたんだろう。何度見てもこの姿には心が乱される。だが封印を解くことで何が起きるのか分からなくてね、手が出せなかったんだ。一つ考えがある。何だって？俺の能力でワレアスからリヴァイアさんの力を吸収する。心配するな、ワレアスを傷つけるつもりはない。それで普通の赤ん坊に？いや、力の一部はどうしても残ってしまう。だが赤ん坊の力では自ら権限することはできなくなるだろう。じゃあリヴァイアさんになることはないんだな。おそらく。もし何かあってもその時は俺が必ずワレアスを助け出す。いずれにしても苦しんだままの赤ん坊を放っておくことはできない。お前さえよければここは俺に任せてくれないか、シュラ。わかった。あんたに託す。どんな結果だろうとその責任は私が背負う。リヴァイアさんの力引き受けてやる。間違いない。これはリヴァイアさんの力だ。だが何か。
自分を守るために呼び出したのか。この力使わせてもらうぞ。どうやら落ち着いたようだね。やれやれ、こんな状態で力を使うとはな。シュラ、この後はどうする？ワレアスの封印を解く。あんたのおかげで初めて希望が見えたんだ。この機を逃したくはない。でもこれほどの規模の魔法だ、特にも相応の手順がいるんじゃないのかい？ああ、その通りだ。それにこの場で解くことはできない。一旦里に戻ろう。やるべきことの他に話しておきたいこともあるんだ。わかった、なら行こうか。待っていろ、ワレアス。もう少しの辛抱だからな。しかし、リヴァイアさんの力を吸収するとは。クライブ、体は平気なのか？ああ、心配は無用だ。それならいいが、無理だけはするなよ。では集会所に行こう。そこで話したい。わかった。封印のことを説明する前に話しておきたいことがある。私たち水の民の歴史だ。ずいぶん大きな織物ね。先祖たちの歩みを編んだものさ。170年ほど前、故郷なき水の民は今のザンブレク領内で細々と暮らしていた。だが独自の信仰を持っていたばかりに、グエリゴール全教が公国を起こす際、異端狩りの標的にされたんだ。民衆をまとめ上げるための生贄。そっちの歴史ではこれが原因で滅びたとされているんだろう。でもわずかに逃げ延びた者がいてね。数十年にわたる放浪の末、彼らはミシディアへとたどり着き、その後二つの秘術を手に入れる。一つはマザークリスタルを作り出すという空の文明の秘術。マザークリスタルを作るだと？馬鹿げているだろ。だが彼らはそれを信じた。
マザークリスタルのコアを命あるもので代用する理論、それには体内に多くのエーテルを持つ生物が必要だった。ワレアスがドミナントだと分かった時、こともあろうに先祖たちはあの子を利用することを思いつく。ドミナント、コアに秘術と共に見つけた奇妙な薬で無理やりエーテルを引き出してね。そしてその状態が永久に続くようあの子の時を止めたのさ。そのために彼らが用いたのがもう一つの秘術である、時間凍結魔法フリーズ。あの空にかかる光だ。時間凍結、そんな途方もない魔法を一体どうやって。先祖たちがこの地に来た頃、森の中で半ば石化しかけた魔女と出会ったんだ。彼女はもともとマザークリスタル、ドレイクアイの消滅を防ぐ研究をしていてね、時の流れを魔法で止められないかと考え、フリーズを編み出すに至ったらしい。でもドレイクアイは消滅したはずよ。ああ、フリーズは完成したものの、なぜかドレイクアイには効かなかったそうだ。その失敗により国を追われたのか、発見された時の魔女は一人死にかけていた。先祖たちは彼女を里に連れ帰ると、亡くなるまでの間できる限りの世話をしたという。水の民がフリーズの存在とその操り方を知ったのはその時だ。こうして手に入れた二つの秘術とドミナントであるワレアス、それらが揃ったことを先祖は天運だと考えた。マザークリスタルを手に入れることさえできれば、もう二度と辛く苦しい思いをせずに済む。喉から手が出るほど欲しかった平穏が、たった一人の命を差し出すだけで手に入るのだと。しかし結果はどうだ。マザークリスタルを手にするどころか、ワレアスの人生を奪っただけだ。水の民もまたクリスタルに翻弄されたわけか。事情は分かった。それでフリーズはどう解く。高台に光に包まれた場所があっただろう。あそこには時の祭殿と呼ばれる遺跡があるんだ。その一番奥にある要でフリーズを操ることができる。ただし一人で行くには危険な場所でね。あんたたちも同行してくれるとありがたい。いいだろう。だが全員が里を離れるのは避けた方がいいな。何か心配事でもあるの？ああ、フリーズを解いた時に何が起きるかわからない。さっきの魔法生物のような危険にも備えておくべきだろう。それなら僕が残るよ。里のことは任せて。助かる。よし、決まりだ。早速時の祭殿に向かうとしよう。時の祭殿は高台の上にあるんだ。まずは北門から樹林に出よう。見えてきたぞ、時の祭殿だ。
そしてあれがフリーズか。ああ、祭殿を覆う光もその影響によるものだ。ジル、ごめんなさい、何でもないわ。行きましょう。それにしてもなぜこんな場所に。ドレイクアイに向けてフリーズを放つには高い場所の方が狙いやすかったんだろう。にしても本当に全てが止まっているんだな。これも時間凍結魔法フリーズのなせる技だ。行こうか。あの青い壁がフリーズの境界だ。そこからが時間の止まった空間か。シュラ、待って。時間を止めるほどの魔法、私たちに影響が出ることはないのかしら。ここのエーテル、なんだか気になって。ああ、そのことなら心配はいらない。フリーズが発動した時に近くにあったものだけが止まっている。まあそのせいで魔物の類も入り込んでいるんだがな。ただの魔物なら問題ない。それは心強い。それにしてもこれは。フリーズを放たれていることに気づいたリヴァイアさんがこの祭殿に向かって魔法を打ち込んできたらしい。その状態で止まっているのか。見えてきた。これが要か。やっぱりそうだったのね。ジル、ここにあるエーテルはまさか。ええ、そうよ。時の祭殿に近づいた時からずっと不思議だったの。なぜだかすごく懐かしいと感じていたから。懐かしいだって。ええ、そしてここに満ちるエーテルで確信したわ。水の民が出会った魔女は
時間凍結魔法フリーズを編み出したのは芝のドミナントだったのよ。そうか、時間凍結、全てを凍てつかせる芝の力か。おそらくそういうことでしょうね。でもここには芝のものとも違うエーテルが。これは何？まるで芝に近づくものを阻むかのような強い意志を感じるわ。あとはフリーズだね。頼んだぞ。ああ、ワレアスの周りだけを元に戻す。おい、全てじゃないのか。そんなことをすれば周囲の波浪壁も動き出してしまい、辺り一帯を飲み込みかねないからな。だからこそエーテルの流れを見極め、その一部だけを断ち切る必要があるんだ。風よ、光よ、水よ、そして大地よ、時の静寂に一縷のほころびをもたらさん。量のエーテルだ。手伝うわ、答えて。もう一人の芝。成功だ。ワレアスにつながるエーテルの筋を断ち切った。これで
あの子の時は徐々に。不浄の存在、リヴァイアさん。人の手によって歪められた我が力の一端。人の自我が重ねた罪なれど、自ら時を止めたのであればと捨て置いてきたの。よもやミュトスが解き放つとはならば、その遺物の処分を何時に委ねるとしよう。さあ、汚れし獣の姿を見せるがよい。今のは。クライブ、これはアルテマ。なんだ、何が起きてる。恐れていたことが起きた。リヴァイアさんに権限したんだ。そんな。何とかしてみせると。お前たちはジョシアと合流して里を守ってくれ。我やすは俺が必ず助ける。さすがは伝説のリヴァイアさん。随分な暴れっぷりじゃないか。だがあまりシュラを心配させるな。家族の元へ帰ろう、アレアス。大丈夫だ。俺はお前の敵じゃない。なんて図体だ。少しばかり手荒に行くか。
俺が受け止めてやる。
りたい。
何を狙っている？
敵を打ち砕く。
力なのか。なんて大きさだ。
やれやれ、この機関棒め。クライブ、無事か？ワレアさん、まったく、こっちは散々だったぞ。クライブ、なんと礼を言えばいいか。ままにしておくとまずい。里に戻って休ませてやろう。着替えさせてやったらすぐにお眠だ。疲れていたんでしょうね。あれだけ暴れたらな。
それよりこれからどうするつもりだ。ああ、この子への罪滅ぼしができればと思っている。罪滅ぼし。これまでこの子が奪われていたもの、皆に愛されながら健やかに育ち生きること、それを少しずつでも返していきたいんだ。ワレアスには自分の人生を思うままに生きてほしい。とはいえまだ赤ん坊だ。私が親代わりとなってしっかり育てるよ。それはいい。シュラが親ならさぞ立派な戦士になるだろうな。当たり前だ。シュラ、これでネプトの波浪壁を見守る役目は終わったはずだ。今のザンブレクが水の民を異端として扱うこともないだろう。これを機に外界へ出ることもできそうだが、何か考えはあるのか？ああ、いずれは里を開くことも考えているよ。ミラージュを維持しようにも、この里のクリスタルにだって限りがあるからな。だが今の情勢を考えると、まだ様子を見たいのが正直なところだ。そうか。もちろんあんたたちならいつでも歓迎するがね。それはありがたい。お前たちこそ何かあれば遠慮なく言ってくれ。俺たちはもう他人じゃない。できる限りの協力をさせてもらうよ。ありがとう、クライブ。私もこれまで以上に一族に尽くしていくよ。あんたは何かとてつもなく大きなことをしでかすつもりなんだろう。負けてられないさ。ああ、俺にはまだやるべきことがある。人が人として生きられる世界を作るためにな。それはまた大仕事だな。その世界に水の民やワレアスの居場所もあることを願ってるよ。もちろんだ、約束する。あんたたちの行く先に常に水の恵みがあらんことを。本当に不思議な出来事ばかりだったわ。ああ、滅びたと言われる水の民、そして伝説のリヴァイアさんと出会うことになるなんて。ワレアスが権限する直前、アルテマの声が聞こえたんだ。奴は言っていた。リヴァイアさんは不浄の存在、その処分を俺に委ねると。そうか、ワレアスは水の民の先人によってリヴァイアさん本来の力をねじ曲げられていた。ああ、俺たちとは違う得意なドミナントだ。人の自我を罪とするアルテマにとって、そのことは奴自身の力、いや、この世界の断りを汚された感覚なんだろう。だからリヴァイアさんは不浄であり忌むべき存在。触れることすら汚らわしいか。
これまで俺たちの前にリヴァイアさんが現れなかったのもそれが理由なのかもしれないな。召喚獣の力は所詮アルテマの力の一端に過ぎない。一つや二つ欠けたところで器の完成に影響はないんだと思う。ふざけた真似を。水の民、彼らもまたクリスタルという存在に翻弄されてきた。これ以上断りに振り回されるのはごめんだ。アルテマとは必ず決着をつける。ワレアスのためにもこの世界を変えなければ。ええ、そうね。兄さん。ああ、行こう。いつもと様子が。ミュートス、ついに汝は世界をなす要素を喰らい尽くした。これを授ける時が来たようだ。アルテマ、なんだ。それこそが神の力。今の汝であれば人が召喚獣と呼ぶ我が力の一端ではなく、神の力そのものに触れることができるだろう。アルテマの力が俺の中に。この力が何であろうが、貴様の思うようにはならない。
神の力のすべて。汝にはそれを己のものとしてもらわねばならん。その修練に然るべき場が必要だ。